下がるも一緒だったら、まあ、1対1だとこれ儲からなくて損してる。まずこれに気づくことが第1段階目。これが適正金額はいくらかな、誰一人知らないですね。誰一人知らない。だから迷ってるんですよ。常に迷ってる。で、それをズル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 やってしまうと、もう負けてっちゃう。まあ、トレードで大体負けていく人の多くはこれでズル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 いくわけですね。この上がっているこの頂点のところってどういう状態か、まあ、どういうことが起きているか。これ以上の値段をつけて実際に買う人がいなかったんですね。誰一人買う人がいなかったと思います。この2つをやっていくことによってこれ儲かっていきますね。これこっちは儲かっていかないけどもこっちは儲かっていきますよね。で3段階目はここで買ってるけども結局もっと低い方で買った方がいいんじゃない、もっとより儲かるような仕組みを考えたい。このポイントってもう少しここの部分を拡大して見てやるとこう下がっていきますよね。下がっていった時にこう上に上がっていくここの部分なんですよ、これね。ほらまさしくそのポイントじゃないですか。上も下も上昇になったから買うんですよね。で今までお話をしたこの3段階では別にどんな相場でも構わないということです。これは先ほど言った株式、まあ為替 FX とかですね、金ね、また指数ですね、日経平均とかナスダックとか、ね、S&P とか何だって構わないということです。これは相場に関係する、人間が相場、まあ売り買いをしている全部に当てはまる、全部に当てはまる関係になります。ただ、まあ、ここまで来るのにおそらく独学でいけば数年かかってしまう。私も教えている人たちがこの段階まで来た時に本当にこんだけ儲かっていいのかというふうになってしまうんですね。まあ、ぜひここにまで来ていただいてですね、トレードを楽しんでいただきたいなというふうに思います。